ハイクロムザクロ石は、ネソ計算使用のザクロ石群に属する鉱物の一種で、ある。ハイザクロ石あるいは、ウバロバイト、ウバロバイトとも呼ばれる。化学組成は CA、CA3CR23、結晶系は、陶軸小系。名称は、ロシアの学者、政治家、セルゲイ・ウバーロフに由来する。スペイン、ロシアウラル山脈、カナダケベック州、フィンランド、ノルウェー、および、 南アフリカなど各地でクロム交渉中に産出する。日本では北海道日高町あるいは愛媛県四国中央市土井町産のクロム鉄鋼に伴って産出する。クロム交渉中に主に産出し、クロム鉄鋼に伴われることが多い。純粋なものは能力色であるが、普通は排番ザクロ石及び排鉄ザクロ石成分を雇用体として含み、 特に緑色であってもハイバンザ座黒石成分の方が多いものが一般的である。屈折率は1.86個程度であるが密度と共に雇用するハイバンザ座黒石成分などの比率により変動する。カルシウムイオンのイオン半径がやや大きいため、クバンザ座黒石や鉄バンザ座黒石とは雇用体を作りにくい。多くはクロム鉄鋼の表面に 皮膜状の細かい結晶として算出するが、一般のザクロ石と同様に、肉眼サイズのひし型12面体、まれに変肘24面体の時系結晶を作るものもある。ただし、大きい結晶は黒みを帯びて見える。熱力学的には、上圧下では不安定であり、高圧下で安定となるため人工合成は困難を伴い、 二万気圧、摂取900度が合成の最適条件とされる。ありがとうございます。